イヤホン。しちゃうかな。こんばんは。こんばんは。あのさ、この前さ、まあ、やばかった。なんか、あの、どんな風にやばすぎたって。いや、あのね、明日仕事だから、あの、今解散した。うん、ナイスをしたくてやばい。ななちゃんがナイスやってんじゃん。いや、なんかさ、やっぱ配信ついちゃうと、なんか前もさ、なんか あやってやっちゃうからね。だから、まあ、配信をつけて、そうそう、配信2人でやるのやめようかなって。ナイス貯めてた、メガホンみたいに、ね、ちゃんと好きだしね、彼氏のこと。だからやっぱ配信ついちゃうと大切にできなくなっちゃうから、映すのやめようかなって。そんなやばかったんだ。なんかさ、リスナーさんから、あの、もう、あの、グッズ辞退いたしますって連絡して、とか思って、マジか、ほい、あのね、まあ酔っ払ってたからね、お酒飲んでたし。ただ、あの、配信外もあんな感じじゃないよ。うん、中井たん、まあ、もうほっときて、中井たんじゃないから、やめて。二日酔いで今日は飲まなかった。あとちょっとご報告があります。ご報告ってタイトルにすればよかったな。まあいいか。どうして別れた方がいい？あの、結婚します。結婚届を、あの、11月の22日に送ります。で、来年の1月に引っ越す。結婚届、来年の11月22日まで待てないねって話して、そう、婚姻届を送る。いや、前は結婚する前に別れちゃったから、違うよ。なんか、結婚目らしいよ。やり目じゃなくて、婚目。あ、届けか。届ける。婚姻届けを届ける。まあ、だから、配信には出さないよ、もう。配信にはもう出さない。配信落ちちゃうからやめて。私にも配信の、電話して、ちょ、無理、電話出れない。聞こえる？前の配信端末だから、それ。でも好きだよ。今年の11月の22、ちょっとひどかった、見てられなかった、気をつけます。でも、あの、配信外だったら、あの、大丈夫だから、ああいう感じじゃないよ、まあ、やっぱついちゃうと、
変なことしちゃうから酔ってるとね。うん、福ちゃんのこともちゃんと考えてるよ。なんで彼氏とか作ったら福ちゃんかわいそうっていうコメントが来るのか分かんない。うん、いや、あの普通に別れないよ。別れないために配信は一緒にしない。うん、まあそんな感じ。うん、責任取るよって何よ。何の責任。まいちゃん、結婚には何を求めてますか。優しい、優しい、包容力がある人がいいよね、絶対。ヒロを付き合ったのによく結婚とか言うのなら、何言ってんの。ヒロ1ヶ月も付き合ったのによく結婚とかできるような嘘つき、意味が分かんないんだけど。日本語大丈夫ですか。ツナが泣いてた、政治に会いに行くって。でもツナちゃんって今までで一番好きだったのってたかしさんだよね。あの配信外も泣いてたのはたかしさんだけ。意外とせいじさんのことは全然泣いてなかった。だからあのネタなのかなって思ったの。あのそういう設定なのかなって思ったけど、ガチで好きみたい。気の付きかまだ、いや好きだった、ちゃんと好きだったみたい。気持ち、なんかボイメ来たんだけど、何ボイメが来てる。後でちょっと流せないから後で見てみるか。うん、いやたかしさんが一番好きだったね、つなちゃん。うん、いや流せないでしょ、A 版の人の声。ダメだよね、やっちょくんの声流したら。ちょっと待って、これバックグラできるか。ちょっとバックグラ、これ流していいの。流して平気。流すよ、じゃあ。なんてきたな。ダメ。あ、そう、うん、ダメだって。ダメだってさ、愛の告白くるちゃんとまゆに。うん、そうだ、どうしようかな。今月ツイキャスもやってみようかな。ツイキャス、そしたらね、やっちょくんと絡めるから。ふわっち絡めないからね。てかびっくり、王子がさ、王子が出稼ぎに来てんじゃん、ふわっち。今やってるよね。まあでも2時間でしょ、王子枠つけて2時間で600ナイスってさ、まああの一瞬で3000ナイス行った時のこの前の伝説はやっぱ無理か。あ、そっか、やめとこ、か、ま、絡むの。いやーすごかったからね、王子と絡んだ時のナイスとか。2時間で600か。彼氏と、うんうん、解散したよ、明日仕事だから。うん、でとりあえずこの前のあの彼氏に対しての対応は良くなかったから気をつけます。やっぱ酔ってるとおかしなことしちゃう、配信つけて。なんか王子すげえ、あ、イベント1位、うん、そうなんだ。そう、今朝、うん、
手段はなんとかならないの？そうだね。でもね、本当に優しいんだよ。なんか悪いところをなんか好きって言ってくれる。悪いところが好きみたい。だからなんかド M なのかな。ド M なのかな。いや、一緒に行って楽しいよ。あの、ツボが浅いからである。よいしょ、うん、それじゃ眉が成長しない？優しすぎて。え、飽きるとかないけどね。楽しいけどね、うん、ツボが浅いとなんか眉が言ったことにすごい笑ってくれるから。そうだね、見てて。11月の22日に結婚するから見てて。そしたら私どんな配信するんだろう。婚姻届を届ける。本当だよ。だって、いいんじゃない。まあ、どうしても11月22日が良くて、来年の11月待てないよ。やべ、これさ、一回ちょっと Wi-Fi つなげるよ。大丈夫かな。俺っち今日のディナーは豚汁とオリジン弁当のおじが食べてた焼肉弁当。韓国行くよ。韓国行くよ。韓国行くよ。だって飛行機予約してるしね。あれ、グレーのよいしょ。王子40万ぐらい稼いでる？すごいね。だって前にはさ、前にはさ、ふわっちなんて、金稼ぐサイトだろみたいな。金稼いだな、面白くねえし、とか、あんだけ語ってたのに。矛盾してるよ。小林の啓太。
まずさ、中井さんってやめてくんない？中井くんだからやめて。中井さんってもうぶっくりブロックしてる人だからね。普通にイケメンだよ。イケメン。幸せに。だってさ、中居さんに似てる、声が似てるって、全然喋ってなかったよね。あと、多分酔ってすごいピキっちゃった理由が、なんかその彼氏が配信しようよってノリノリだったの。あとはなんか何言われても、なんか俺なんかいろんなキャラクターで仕事してるから、まあオラオラ系とかでもなんかこう真面目系とかでも全然対応できるからみたいな、全然平気だよとか言って、でいざつけたら全然喋らなくて、でなんか彼氏が切りたがってんのにかわいそうみたいな、眉最ひどいよ、消してあげなよみたいな、なやめてあげなよ彼氏って配信とかみたいな、それでブチ切れたんだね。だって彼氏が配信つけてって言ったのに、こいつのせいで叩かれてるって思ったらめっちゃついちゃったんだろうね。眉って自動ドアじゃないよ。かやくさんとはまあ宣言してたからね、ちょっとそういうことをしてみようかな、いや、チャラ打ちみたいな、うん、おめでとうコンボ10コンボぐらいみたいな、それを全自動と呼ぶ。まあ、宣言してた。でも、もうしないかな。そういうのは。え、結婚詐欺？そうなの？なんで？お金とか別に取られてないけど。まあ、両親の挨拶とか、しないとね。娘さんを僕にくださいって言うのかな。息子さんを俺っちにください。豚汁うま。何でもかんでも直感だよ。直感。ビビッと来たら恋の始まり、もう誰にも止められないよね。ビビッと来たら結婚式もしよう。結婚式はまゆさ、海外がいいんだけどな。あんまこういう話しないもんね。でもそういうのってさ、来客の人とかに、なんかなんていうの、ホテルとかさ、全部自分たちで手配しなきゃいけないの？マジで？飛行機もハワイも全部こっちが持つの？やばくない？そうなの？マジか。そんなこと言ったらさ、じゃあ、20人来るとするでしょ？